今日は静岡スタジアムエコパにやってきました。いよいよ今日は決勝戦。サッカー王国静岡の頂点に立って国立への切符を手にするのは、こんにちは、勝利の女神酒井ひとみです。勝利の女神町田入江です。勝利の女神松平みなみです。いよいよ静学対藤枝東の決勝戦がここ静岡スタジアムエコパで行われます。あいにくの空模様だけど雨雲に負けないくらい熱戦になるといいよね。そうだね。どちらのチームにもベストを尽くしてほしいと思います。まずは熱気あふれる応援席の様子からお伝えしましょう。静学サイドはみなみちゃん。はい、こちら静学の応援席です。応援団も続々と詰めかけ、こちらは緑一色です。選手たちに応援を一言どうぞ。静岡頑張れ。続いて藤枝東サイドはリレーちゃん。はい、こちら藤枝東の応援席です。藤枝ログのサポーターの皆さんも続々と集まってきましたよ。応援にも力が入っています。今日の意気込みは、せーの、絶対勝ちます。はい、今日はどんな試合になりそうでしょうか。いい試合になると思いますけど、藤枝東が勝たせていただきたいと思います。いよいよ前半戦が始まります。それでは行ってみましょう。せーの、勝利の女神決勝戦。経験を誇る静岡学園と藤枝東、静岡の高校サッカー界をリードしてきた名門同士が一つ円陣を組んで決勝戦に向けて集中力を高めます。まもなく全国をかけた最後の戦い、決勝戦、いよいよキックオフの時間を迎えます。これから藤枝東の方は中盤含めて全員で打つんですね。さあ、その2トップの一角、9番の国吉が今度は遠目からシュートを放っていきました。清水東、そして清水商業、総体優勝の浜田、うん、出た、鶴岡攻めてシュート、ゴール。エースの10番杉浦が先制ゴール決めた。静岡学園先制しました。石上から左サイド叩いて5番の原田、原田がシュート、中に流していって、ね、シュート、浮いてしまった。最後は14番の松田のシュート。1対0と静学がリード。さあ、シュートを放って、これはポストの右。いや、藤枝もね、さあエリアに入ってきてシュート、切り返して打てるか、ね、打てるか、かわいかわしてシュート、流した、原田ふわっと浮かせてゴールキーパーです。最後は船崎が抑えました。前半は静学が先制点を挙げましたが、続いては後半戦です。どのような試合展開になるでしょうか。せーの、勝利の女神決勝戦。静学が右サイド、6番の佐野一旦下げて国吉中に入れて杉浦、ヒッティングシュート決まった。オフサイドです。こぼれたボール、大塚がヘディングで中に入れる、伊藤シュート、シュート、もう一度伊藤です。山口、いやー、波状攻撃は静岡学園。11番の井上、さあゴール前スピードありますね、入って松田、船崎、ヘディングシュート、ゴールの右でした。中に入れるヒールで、わー、これも面白いシュートだ。最後、澤登さん、はい、ヒール、足の裏でシュートを狙っていました。非常に、うまくね。10番の杉浦、このボールは静学中に入れて杉浦がどーっとポストの右、最後山口懸命に手を出していきました。さあ、今度は藤枝東シュート、シュート、同点、追いついた藤枝東高校、後半の35分、最後は代わって入った7番の水野、中央に流してシュート打てるか、中に入ってシュート、勝ち越した静学、8番の谷川が決めた。
4年ぶり9回目の優勝。高い個人技を生かした攻撃サッカー、見事栄冠をつかみました。敗れた藤枝東、王座奪還の夢叶いませんでした。はい、藤枝東で残念ながら負けてしまったんですけど、すごい静学に何度もボール奪われながらも一生懸命追っかけてて、すごいかっこよかったです。静学ですが、最初先制点を1点入れて、その後藤枝東がまたもや追いつくように1点入れたんですけど、その後にまたも1点追加されて2対1で静学が勝ちました。もう嬉しいです、めっちゃ嬉しいです。朝から雨が降っていて、とても準決勝よりも寒い気候の中で、選手たちもすごい頑張っていて、応援団もすごい盛り上がっていました。勝った静学は全国優勝を目指して頑張ってください。全国大会は12月30日からスタートします。組み合わせについてはサッカー総合サイトキックオフにてご確認ください。選手の皆さん、そして高校サッカーファンの皆さん、全国大会でお会いしましょう。合言葉は